原発事故被害者の救済を求める全国集会を始めたいと思います。日本政府がこの3年間をかけて行ってきたことは、私たちに対してまるで被爆などなかったことにしようかとしているかのごとくであり、そもそも原発事故さえなかったとさえ錯覚させるような所業であります。私たちは改めてこの現実から目を背けずに直視し、今から自分にできることを希望をつないで進んでいかなければなりません。これからも日本の大人としての責任ある行動をともども起こしてまいりましょう。私は自宅には孫は連れて、まだ避難してからただの一度も自宅に帰って泊まったことはないのです。でも地域の人たちは知ってか知らずか分かりませんが、たくさんの人たちが帰って生活している、あの解除になっても保証も打ち切られていますので、たくさん避難せずに生活している人がいます。今国が進めておられるその国民を守るために立派なことは言われておりますけれども、私たちは今悲惨な状況にあるということが言わせていただいて本当にありがとうございました。よろしくお願いします。今回の署名の枚数が、この被害者の思いをぜひとも国会に届けようということで今日は参った次第でございます。子ども被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施を求める請願書ということで、請願事項としては一つとして、原発事故子ども被災者支援法の十分かつ具体的な施策の実施を求めますという1項目であります。それでは提出の方、皆さん、はい、これから生まれる子どもたちのためにも、やはり日本の底力、やはり今までの政策を改めて本当に本腰入れて実のあるものにしていただきたいなと心から思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。子ども被災者支援法、被災者子どもたちのためになる法律にしてください。よろしくお願いします。福島県外ということで支援法に関しても準指定地域、対象地域ということになってしまい、私たちとしてはその説明も何もいただけないまま、私たちの声が届かないまま決められてしまっているので、ぜひこれをもう一度見直していただきたいと思います。よろしくお願いします。私たちはまだ政治の力を信じております。信じさせてください。どうぞよろしくお願いいたします。今度の原発事故で起きた放射能に対する子どもを守る支援は本当にお粗末だと思います。もっともっとこの放射能から子どもを守る法律をしっかりと作って良いものにしていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。本当に苦しい中で福島は生活しています。この現状はあそこで暮らしている人間にしかわからない。本当に悔しい思いを我慢強い忍耐強いという言葉で片付けられているのが東北の現状なので、ぜひそこのところをともともに突破口を何とか開いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日々、悔しさ、悲しさ、辛さを感じて生活しています。この署名によって、今後支援法など皆さんに助けていただけるように期待しています。よろしくお願いします。今この箱を持ちまして大変重く驚きました。ぜひ一人一人の思いを実現させていただきたいと思います。よろしくお願いします。本当にこう全ての被害者が余計な隔てなくきちんと支援されていくように願っています。よろしくお願いいたします。